でも例えばね、いちいちね、データをね、こうやってね、今後ね、いじっていこうと思うときに、ね、いちいちこの位置に移るのってめんどくさいじゃないですか。ですので、なるべく今このね、白いボックスがいるところを中心点にしていじりたいと思いませんかって。ね、そのための、ね、作業を、ね、いくつかちょっとしようと思います。まず最初にですね、この SIPS ってこれですね、この位置にですね、クリエイトエンプティというのを使いまして、まあ、あれです、空のゲーム文字を作ってしまいます。こいつをですね、SIPS、アンダーバーピーボットという名前を付けちゃいますね。で、これをですね、表に出しちゃいます。おっと、出たかな？あ、出てないですね。はい、出ました。そうするとですね、このね、シップスピボットってやつのですね、ポジションとローテーションというのが、このシップスというやつの親と同じになってますよね。で、こういうような状態にして、あともう一つ、ついでにですね、トラックもね、この後ろにあるトラックですね、これも同じ位置に持ってきたいですよねと。それでですね、ちょっとここをですね、一応コピーしちゃいます。デュプリケートしちゃいます。それでですね、名前をですね、こいつをですね、トラックって付けます。要するに、今この SIPS 全体が置かれている、ここを原点とするんですね、ピボット、同じ位置にあるピボットが2つできたわけです、ね、値が全部一緒ですから分かりますよね。そうしたら、この SIPS ピボットの、ね、子供としてこの SIPS を入れてしまいます。はい、こうなりました。そうすると、 SIPS ピボットの位置は元と同じですけど、 SIPS の位置は当然ですけど相対ですから、全部000になりました。はい、同じようにトラックスも下の中に入れてしまいます。そうするとですね、これまた、ね、トラックのやつというのが相対の位置になるんですね。これがちょっとミソなので、こういうのをちょっとやっておきます。